キールスペ、ドイツ語、キルスプ、ドイツ語発音、キエスピー、SP、は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキシャー軍に属す市で、ある。本市は、ザウアーラント西部に位置している。キールスペは、ベェストファーレン南西部のベルギシェスラントと、ザウアーラントとの境界に面した町である。連邦道 b 十四号線、b 三十七号線、 修道 L528 号線に沿って長く伸びた配置と地形上の条件により街の中心部にアクセスしにくい状況にある。キールスペの高度は平均海抜370メートル付近であるが部分的に大きな高低差がある。最高地点は北の市境に位置する海抜553メートル地点。最低地点はフォルメタールの海抜280メートルの地点である。 キールスペはエッペ山地の西端に位置しており、地域の南部はベルギシェスラント自然公園に接する。地域西部のレンザール付近は、自然区域の区分上はベルギシェ大地のビッパークベル地域に属す。地域の中部から東部はメルキシェスオーバーラントのキールスペ盆地である。地域最西端のレンザールとケルスペタールゼキとの間の地域は、 ベーバー流電車イトケルスペリュッケンラントである。この尾根の北部は、ハルバーイコール流行地に属す。地域の東端では、エッペ山地のグリージング流ンが多くの土地を占める。かつて独立した町村であった、レンザールの北部は、一部が、キールスペの地域に含まれるケルスペタール関が、ハルバートの市境を成している。米側は、ヘイレン地区とフリードリヒスタール地区の東部の、 マイネルツハーゲンとの支撲会となっている。飲用水の採取は主に主要河川のケルスペン川やアントレンバッハ川やエルレンバッハ川といった小さな川のダムから行われている。地域の北部にあるユーバッハとある石も飲料水の採取に用いられている。マイネルツハーゲンから地域の南東部に流れ込んだフォルメ川は市の北部を流れラダーミューレ地区のわずかに カリ側で北に向かって、地域を離れる。デンザール川とリンゲーゼ川は、地域の南部を流れている。市の総面積7191ヘクタールのうち、776ヘクタールが住宅及び交通用地、3448ヘクタールが森林、2862ヘクタールが農業用地で、水域及びその他の用地は106ヘクタールである。キールスペは、 北西はハルバー、北はリューデンシャイと、東はマイネルツハーゲンと境を接している。これらの市はいずれもメルキッシャー郡に属している。南はマリエンハイで、南西はビィッパーフュルットで、共にオーバーベルギッシャー郡に属している。本市には行政上の地区は存在しない。キールスペは自然環境上、マルガレーン協会周辺の宮中心部である。ドルフ、 レンザール及びフォルメタールに位置する地区、バーンホーフに分けられる。鉄道沿いの集落がつながることで、新たな地区が形成されている。ラーデ領主館、キールスペという地名は、ルール川沿いのベルデン修道院の文書中、900年から1130年までの間に初めて記録されている。ラーデ館の最初の記録は991年にまで遡る。ケルン大司教。 ヘリベルトがラーデ領主館を獲得したという記録である。彼は1003年にこの領主館をベネディクト修道会のドイツ修道院に寄贈した。レンザールのゼルバーティウス教会は1260年におそらく先行をする教会堂があった場所に建設された。1330年に村の中心にあった教会が石造りの教会に建て直された。ここには現在、 1816年から1817年に建設された福音主義教区教会である聖マルガレータ教会が立っている。中世の教会は村の中心であったため教会の周囲をリング状に取り囲む道路配置が現在も明らかに見て取れる。キールスペは政治的には中世から近世にかけて魔力白漁に属していた。レンザールははじめは ベルク博クの勢力下にあったが、1367年に同じくマルク博領となった。この両方の宗教改革に伴い、キールスペの住民も1574年にプロテスタントに改修した。中世後期にはティングスリンデと呼ばれるフェーメ裁判の法廷が置かれた。レンザールには1565年から1753年まで独自の裁判所があった。 中世からすでに鉄加工が経済的に重要であった。現在の地域内に一連の製鉄施設が存在した。この産業はもともと味元で産出する物品に基盤を置いていた。近年、ユーバッハ川沿いの製鉄所の考古学調査がなされた。これらが採掘された後、必要な先鉄はジーガーラントから輸入された。鉄街道という名称は、 この歴史を物語っている。レンザール地区は火薬工場によって大きな経済的発展を遂げた。現在も何棟か残っている邸宅がこれを物語っている。レンザールの狩猟用火薬、ディアナは有名である。キールスペとレンザールを一つのアムトに統合し、昇格させるという決定は5年後に実施された。 ケルスペタール関1908年にキールスペのアムと役場が完成した。1913年には4年の後期を経て完成した、貯水量1600万立方メートルのケルスペタール関の運用が開始された。アムとキールスペは1968年に将来的にキールスペシとなることを目指してアムとを解消した。早くも1969年には、 ノルトラインベストファー練習の地方小都市の基準を満たし、最初の基礎家庭学校が設立された。市役場は、1986年にクニッピング、ネジ工場の旧本社棟に移転した。2012年から、ハルバー、シャルクスミューレ、マイネルツハーゲンと共同で、地域プロジェクト、オーベン、アンデア・ホルメの一部が合併した編入された。 1975年から2012年のキールスペの人口推移2011年の住民調査では、住民の41.4%が、福音主義信者19.4%が、カトリック信者39.2%が、他の宗教の信者、または無宗教者であった。これ以後カトリック信者の数は減少した。 2019年12月31日現在の統計では16,119人のキールスペ住民のうち18.0%がカトリック信者であった。主にドイツ系ロシア人の移住者によりバプテスト組織が信仰されている。キールスペの市議会は36議席で構成されている。 1975年から1994年まではスピードが最大勢力であったが、それ以後はセディが最大勢力となっている。キールスペ氏の紋章はアムとキールスペの紋章を引き継いでいる。丸く白の赤から白の一末模様の帯により、金字と銀字に上下に分割。上部には右に歩む黒いカラス。下部には青い葉と爪で威嚇するベルクコーの赤い獅子。 この紋章は、本詩を構成する旧アムトの二つの町のシンボルを、組み合わせたものである。レンザールの紋章には、上部は、レンザールの教会の守護聖人である聖ゼルバーティウス、横帯の下には、獅子が描かれていた。これに対して、キールスペの紋章は、下部には何も描かれず、上部にカラス、または、ラウクが描かれていた。ラウクはこの町のシンボルで、 18世紀に青いスモックを、着た若い新兵が検査の際にこのカラスの鳴き声の真似をしたことに由来する。この音は戦闘開始の合図でもあった。これらの紋章は、オット・フックによってデザインされた。キールスペト・レンザールの紋章は1935年10月17日に、アムトの紋章は1936年8月20日に、 市の紋章としては1969年7月29日に認可された。キールスペは以下の都市と姉妹都市関係にあるベークライト博物館、キールスペには小さな劇場がある。文化イベントには収容人数400人のキールスペ総合学校教育センターが用いられている。この他のイベント会場としては約120人を収容できるキールイコールレンザールの旧上流所がある。 キールスペや隣のマイネルズハーゲンの文化イベントはコミュニケーション及び文化協会が推進している。キールスペの古いアムトハウスにはドイツで最初のベイクライト博物館がある。工芸博物館、シュライパーハンマーには、例えば、X スタンド、シガレットケース、ロート、ベイクライトの置き台といったベイクライト製品や1930年頃の 合成樹脂製品製造初期のオリジナルの機械が展示されている。シュライパーハンマーでは古いパン屋に関する展示も行われている。特にアフリカシュパーテンの製造が紹介されている。フリッツ・レンデ博物館は郷土の詩人フリッツ・リンデの生涯をその急遽に展示している。個人が運営するメルキッシャー鈴人形キャビネットでは約1万5000体の鈴人形。 50場面のジオラマを見ることができる。この博物館は1997年までは、流電シャイト旧市街にあった。キールスペ音楽共同体には、シュタットカペレ、ビッグバンド、スウィングサウンド、ジュニア、ビッグバンド、ハイ、ボム、ジュニアオーケストラ、ワイルド、ジェネレーションキッズ、アコーディオンオーケストラが加盟している。この他に、消防音楽隊、 自由福音主義教会のブレーザーコール、ブレーザーコルプスヘーゲリングレンザール、ブレーザークライスレンザールが演奏を行っている。マルガレーテン教会キールスペのとても古い建物の一つがラーデ領士館である。この館は991年に初めて記録されている。その後この屋敷は何世紀もの間に様々な貴族家に仕入れされ、ホルツブリンク家の所有となった。 1916年からは、シュビーツケ家がこの屋敷に住んでおり、一般に立ち入ることはできない。1250年から1450年まで家の高台で製鉄街となまれていた。マルガレーテン教会は、12世紀にまで遡る、キールスペで最も古い教会で、やがて福音主義の教区教会となった。ボンネット型の屋根をいただく塔を有する現在の建物は、 19世紀前半に建設された。2番目に古い教会が現在のゼルバーティウス教会である。この教会はロマネスク時代後期に建設された。1766年に新郎が消失し、バロック様式で再建された。1959年から1961年にゴッドフリートベームがモダンなカトリック教会、西洋ゼフ教会を建設した。福音主義。 クリストス教会は1952年に特に工業が盛んだったバーンホーフ地区に建設された。バーンホーフ地区には自由福音主義教会のホールもある。デンザール地区には聖エンゲルベルト教会がある。この他の重要な建築としては、旧アムトハウス1784年に初期古典主義様式で建設されたライデマイスターハウス、ホスビンケルがある。かつて、 ギャラリーとなっていたイーゼンブルク邸は2009年から住居として利用されている。工業あるいは工芸に利用された建築物には1853年に建設された建物である歴史的なレンザール上流所、古い幼魚池を有するレンザールの作油水車、シュライパーハンマー、ラーベカンの近くにツバングスミューレとして建設された穀物水車がある。 視聴者前のシュパーテンブルネンを制作した芸術家バルデマール・ビーンがデザインしたラウク・ブルネンはマルガレーテン教会の近くにある。キールスペの紋章動物であるカラスが泉にデザインされている。ビーンハーゲンの山上に第一次世界大戦の戦没者を追悼する高さ16メートルのビーンハーゲナー展望塔が1929年に建設された。 一般の立ち入りが禁止されているラーデカンの庭園の他に、キールスペには、キールドルフのターラー対比力地がある。キールスペ市とノルトベストファー練習の式に援助で建設されたホルメイコールレジャーパークが駅の近くにオープンした。2003年12月30日から、キールスペの地域に風地プランが適用されている。住宅地となっている。 集落地域や建設計画の適用地域以外の場所は、例えば自然保護区などのより高度の保護地域に指定されていない限り、景観保護区に指定されている。2カ所に分かれたブルーフベルダーベスでは、欧州保護指令に登録されている。市内には0.68ヘクタールから56.88ヘクタールまで様々な広さの自然保護地区が合わせて24カ所あり。 その総面積は246.41ヘクタールである。ビーンハーゲン自然保護区は FFH 地域のブルーフベルダーベステと同じ場所である。自然保護区のうち15箇所が川辺の草地、6箇所が森、2箇所が緑地、1箇所が廃下である。市内には32件の自然文化財が存在する。このうち27件は古木あるいは 古木群であるが、4県は合計面積0.64ヘクタールの救済石場である。自然文化財にはティングスリンでも含まれている。この古い裁判の木は、中世にはアムステルダムとフライクフルトとを結ぶ重要な街道沿いに位置しており、遠くからも見ることができた。カイザーイコールビルヘルムリンでは、ティングスリンでの真向かいに立っており、やや高い。名前の由来は、 帝政ドイツの建国を記念したものである。ヒュロッホ洞窟は、アルナイ山の洞窟で、入り口は閉鎖されていたが、再び解放された。地元の伝承によれば、ヒュロッホには、小さなエルフのようなもの、シャンホレンが住んでおり、夜になると現れると言われている。早くも1798年に、JC カイベイレンスがヒュルロッホについて報告している。彼は、 30年戦争の時代にヒュルロフホがキールスペの住民の避難所となったというキールスペの老人の言い伝えも記述している。2008年にヒュルロフホでは調査及び発掘のために一部で大きな工事が始まった。2010年に洞窟への入り口が開かれた。市内には32の小さな風地保護対象物がある。さらに数多くの小さな法的保護を受けている。 ビオトープがあるが、これらは同時に他の保護カテゴリーにも登録されている。市の全域が2015年からザウアーラントロタール山地自然公園の一部となっている。1964年から2015年までは全域がエッペ山地自然公園の一部であった。その大部分はこの自然公園が制定された1964年からすでに風地保護地区に指定されていた。 風置保護計画地域には2つのタイプの風置保護地区がある。キールスペ・風ー保護地区、トゥープ A が5717.63ヘクタール、トゥープ B が312.91ヘクタールである。トゥープ A は一般的な風置保護区で、トゥープ B 特別風置保護区である。風置保護区、トゥープ A では建築や新たな植林、クリスマスツリーの栽培が禁止されている。 風地保護区、トゥープ B ではこれに加えて、緑地や休館地の転用が禁じられている。トゥープ A が、その計画地域に、他の保護地域や住宅地区を含んだ一塊の地域であるのに対して、トゥープ B は多くの部分地域からなっている。キールスペには、鍋孔や赤飛びといった大型鳥類が、他の鳥類と共に飛来する。市内には、体育館、 スポーツグラウンド、テニスコート、三つの射撃場がある。さらにゴルフ場、フットゴルフ場、サッカー場、モトボール場、インラインスケートコース、乗馬場でスポーツを楽しむことができる。古くからのスポーツクラブとしては、TSV キールスペ、キールスペ射撃クラブ、アルゲマイネ射撃クラブキールススペ、レントリヘ場は、キバクラブキールスペ、アーチェリークラブディアナヘイファーホーフ、 モトボールクラブ MSF トルネードキールスペがある。モトボールブンデスリーガに所属する2つのクラブ、MBC キールスペと MSF トルネードキールスペは、モトバルアレーナキールスペをホームグラウンドとしている。コンサートや宿典以外にキールスペでは射撃サイト、アドベントイコールクリスが定期的に開催されている。2年に一度偶数年の9月第2日曜日に、 スタッドフェストが開催される。奇数年には、シャンホレン祭りが行われる。水車の日には、シュライパー水車とラーダー水車が公開される。中小企業がこの町の経済を形成している。2017年6月30日現在、キールスペには、社会保険支払い義務のある就労者が4738人、働いている。この就労者の多くが、主にゴム及び、 合成樹脂製品や金属製品の製造業に従事している。商業、接客業、交通、流通業といった職種の就労者は合計10.8%である。41.3%はその他のサービス業についている。農林水産業に従事しているのはわずか0.3%である。商工業業者は市によって開発された産業地区。 ビルデンクーレンアイ及び2、キールスパーハーゲン、ハンマービーゼンにある。この他の産業地区としては、マイネルツハーゲンとキールスペが共同で開発した、グリューンバルト産業地区がある。道路連邦道、B237 号線がレムシャイトベルギッシュ、ボルンからビッパーフュルト及びレンザール地区を経由して、キールバーンホーフに通じている。この道はかつて、レンザール地区を経由して、 マイネルツハーゲンにつながっていた。B54 号線は、北のリューデン電車イトブリュッケから、南のマイネルツハーゲンへ、ラーダーミューレ、ボルベルク、ホルメ、グリューネンバウム、バーンホーフといった集落を通っている。マイネルツハーゲンから来る修道 L528 号線は、ドルフ地区を通り、ハルバー方面に向かう。バス及び航空バス交通は主に、メルキッシャ交通協会。 ルールリッペ交通共同体のルールジークバス交通によって運行されている。10本のバス路線がキールスペとマイネルツハーゲン、リューデンシャイト、ハーゲン、レンザール、オールトを結んでいる。さらに、主にスクールバスとして運行されている路線や市民バスがある。ビジネス用航空交通はマイネルツハーゲン飛行場を利用することができる。鉄道キールスペは、 鉄道ハーゲン・ディー・リングハウゼン線の沿線に一致している。マリエンハイデとブリュッケとの間の旅客運行は1986年に廃止されたが、その後様々な再開要求がなされ、2017年12月に2時間間隔での旅客運行再開が実現した。ただしキールスペは停車することなく通過した。マイネルズ・ハーゲン・クルンメネルラー採石場の貨物列車は、 フォルメタール鉄道を利用して、キールスペを通って、北に向かって運行している。2019年7月から12月にキールスペ駅は改築され、島式のプラットフォームを持つ2路線の駅に拡張された。2019年12月にこの駅は、営業を再開し、1時間ごとに旅客列車が発着する。キールスペの日刊誌は、マイネルハーゲナータイトゥングである。ローカルラジオは、 ラジオ MK が 100.2MHz 及び103.25で本市向けの放送を行っている。キールスペ消防署屋内プール、ロイケピュット、私立図書館、私立音楽学校が総合学校に組み込まれている。私立図書館はレンザールの旧郵便局内に分館を有している。キールスペとレンザールには青年センターが設けられている。町の消防はベーシュトラッセ。 ヘッキングハウゼン、シタットミッテ、レンザール、ホルメ、ノイエンハウスの各消防隊からなる。ノイハウス消防隊は1835年に創設された。これはドイツの役所として最初に作られた消防隊である。キールスペにはビスマルクシューレとペスタロッチシューレの2校の私立基礎家庭学校がある。フライエシューレキールスペは 独自の教育課程による州認可私立学校である。キールスペシ私立総合学校は1968年69年にノルトベストファーレン州で最初の総合学校として創立された。この学校は地元の文化振興のために戦後の最も重要なプロジェクトとみなされていた。フォルメタール市民大学はキールスペに文工とオフィスを有している。ありがとうございます。